阿弥騎金村は奈良時代の人物。姓は大け、貧乏国足田の軍の人物。俗に本気の記述によると、8歳の時に父を亡くし、その悲しみに痩せ細ってしまった。次に、母の母にあたって、お言いしたう気持ちが、ますます深くなった。神乏慶文2年2月17日に、聖徳天皇が褒めたたえて、以下に位を与え、伝送終身免除としたとある。 福山資料などの郷土史史によると、金村は、行進が深く紅葉が行き届かないところはなかったこと。このことが褒めたたえられ方三十丁の田を賜り家は、栄えたこと。新市村多平山の西側、山下のカ山という丘に、屋敷跡があり、長者屋敷という地名の由来となったこと。さらに貧しかった頃に、山に木を切りに行った時に泉を発見し、 その水を父母に与えたところそれは美酒であったなどの公費が紹介されている。江戸時代後期の学者、小寺清は著作、ビンゴ略記の中で、金村の居所は通説に言う新士村ではなく、金丸村であるとし、主な論拠として次の事柄を挙げている。阿弥附という姿勢は、網を張って、漁獲を行とする民の長たる地方豪族のものであって、全国各地に分布している。 そのうち、足田の軍に移住した氏族もあったと考えられる。郷土市屋の村上正名は、江戸時代中期以降、ビンゴ福山藩では頻発する、百姓一揆の対策として、趣旨学的な発想から、講師、セップの検証により、人心安定の策を講じた時代背景の下で、金村の業績は誇張されていったと指摘している。あびき公費行動後日あびき公費。 始考堂後から1837年、区内、村庄屋の林吉助が深く金村の皇徳を追母し、小跡である神谷川の川西に懸賞費を混流し、私塾、始考堂を設けた。当初に、福山藩主で、藩校教授の衣川関西を招いて庶民に道を講じさせた。塾舎は老朽化により取り壊された。ありがとうございます。